皆さんこんにちは、リンチーです。今日話したいのはね、スマホのケースについてなんですけども、まずね、これが僕今使ってるMate 20 Pro、こういった何ですか、何ケース、まあなんかシリコン系のなんかでできてるこういったケースね。はい、でこれがね、僕が前使ってたNova 3E、まあ日本でいうP20 Lite なんですけども、これらのね、ケースについてちょっとね、皆さんね、はい、何違いますか。このね、ストラップ、この Mate 20 Pro はこの右側についてるじゃないですか。でこっちの Nova 3E は左側についてるんですよ。でこれね、なんかまあまあ Mate 20 Pro まだほら出て、まあ、1ヶ月ちょっと、まあ、中国国内で出てね、1ヶ月ちょっと経てるんですけども、ねケースにね、ほとんどね、こっちの左側にね、このストラップホールがついてるやつがないんですよ。で、なんかちょっと見かけたんですけども、なんかもうあまりに派手なやつで敬遠で、僕ね、ほら、まあ、もちろんね、スマホ使ってて落ちるの不安だから、だいたいこういう状態で使ってることが多いんですよね。で、何もしない時は一瞬ね、こうなる時があるんですよ。こういう風に、まあまあこの状態でなんかするっていう状況があるんですよ。でそれでね、僕はね、このストラップホール、もちろんストラップホールまずね、落とさないように、でなんかし、ちょっとそこを10秒ぐらい使わない時にはいちいちポケットに入れないで、こうしてたいんですよね。こんな感じでなんかするっていう感じでね。だからまあ、ストラップはまず必要でね、スマホってね、僕基本的に、左手で使うことが多いんですよ。なんでかっていうと、世の中ね、大概のものって、右手でやるようになってるんですよね。例えばドア開けたりとかね、あとは何ですか、なんかの鍵って大体右手でやるようになってるんですよね。で、まあ、まあ箸もね、普通は右手で、ほとんどの人は右手で持ちますよね。まあ、字も右手で書く。まあ、大体、まあ、まあ僕は実は左手でも字書いたりとか、箸使ったりとかできるんですけども、それでもね、世の中のものって大体右手でやるようになってるんですよ。で右手がスマホで塞がってると、だから一回こうスマホを、左手を待たしてポケットに入れたりして、それでこうやってやんなくちゃいけないんで、僕はそのスマホは基本的に普段左手で持ってるんですよね。うん、であとね、電動バイクの、普通のバイクとかもそうなんですけども、アクセルって右側ですよね。普通のバイクだとそうですよね。アクセルって右側ですよね。まあ、でかいやつじゃなかったらね、ゲンチャリとかね、多分そういうのはとか、電動バイクとかは、まあ、右手でやるようになってますよね。だからスマホを持つとしたら本当左手がいいんで、こっち側にストラップホールついてると不便なんですよ。だからストラップホールって左手についててほしいんですけども、こっちの Nova 3E の方はもうあったんですよ、もう最初から。でもこっちのなんか Mate 20 Pro はなかなかね、いいやつが出てこなくて、で今回ね、やっとね、まあ、中国国内ですけども出てきたんで、買いました。とりあえずもういちいちカメラの角度か変えるのめんどくさいんで、はい、開けます。もう簡単です。はい、開けました。まあね、別に何もすることないんでね、あれ、なんかフィルムがなんか貼ってあるのかな。これ剥がせってなってるの、剥がせって、なんかフィルム剥がせってなってるんですけども、ああもうなんかもうここでわけのわからん手もかけたくない。はい、フィルム剥がして、
で外側にもフィルムあんのかな。はい、カメラの角度をかけ変えたくないのでこの手を上げたまま やります。あ、フィルム剥がせねなんかこれはフェイントだな。あ、フィルムどっから剥がしたら剥がれるんだろう。ここ破けたよ、一箇所破けたら、なんかそこからピリピリピリって、あ、行ってくれ行ってくれ、あ、行った行った行った。まあね、こんな感じで、こんな感じのクリアケースで、こっちのメイト20 Pro は、外して、はい、まあこれで、はい、もうこんな感じでね、くっつくんですけども、これここにね、見えます？ここにね、もう左側にこれついてるっていうのがすんげえ理想なんですよ。左側、もう本当にこれは理想形です。はい、で手早くね、ちょっとストラップ通していきますね。ストラップこれもうついてきたんで、あのね、もうこれなんか最近なんですか、ストラップってあんまり売ってないんですよね。でなんかね、どういうスマホメーカーの意向なのかな、さっさと落としてさっさと壊せっていう話なのかなって僕は踏んでるんですけども、はい、とりあえずさっさと通していきます。もうほんとね、じゃあね、カメラってストラップつけるようになってるじゃないですか、高い精密機械だから。でもスマホって高い精密機械なのにないんですよね、ストラップホールね。まあ昔は、昔っていうか3、4年前はありましたけど、最近のスマホってほとんどついてないじゃないですか。で僕ね、この道具として使うんで、スマホ、あれ、なんかもう動画撮ってんのにね、これがね、のんびり やる暇ないから一発で撮ってくれるといいんですけども、はい、撮ってくれ。はい、通りました。通って、はい、ねじれてないな。まあ、全じれがないですね。だからもうこれさっさと、スルッて落ちないうちに。まあね、ゆっくりやればね、なんてことないんですけども。はい。そうだ。スマホケースの名前ってね、まあ、言ってもいいんですけど、まあ、同じような、違う名前で同じようなの売ってたりとか、ちょっとわけわかんないんで。はい、こんな感じでスマホケースつきました。これね、保護もしてくれるし、こういったストラップついてるし、だからこういうのだと、こういうちょっと長さ調節するやつだと、こうやって、こうやっとけばね、見えます？ちょっと離れるか。こう、まあ、長時間やってるとなんかどっかにガツガツ当たるんでダメなんですけども、ちょっとなんかね、ちょっとしたなんか物取るとかね、その程度の作業したいときにもうここにかけとくだけでいいんですよ、スマホ。まあこれでなくさないし、落とさないし、特にほら、こうやってね、スマホはね、大事なもうアイテムですから、こうやってもう持っといて、まあ、これでまず取られないですよね。まあ取られないし落とさないし、でこうこんな感じでなんかするときはやっとけばいいと思います。はい、これケースなんていうのかな、日本でね、これ何これ、リンケ、っていうメーカーですね。リンケって、もし日本にあるとしたら、こんな名前で売ってるかもしれません。で、なんか違う名前でね、なんか同じ商品売ってることよくあるんで、とにかくね、まあ僕が言いたいのは、ちゃんとスマホ保護して、かつ、僕の場合この左側にストラップあるやつが便利なんで、非常におすすめ、なんですよね。はい。まあね、そんなわけで、今回はね、この、やっと手に入れた、左側にストラップホールがある、しっかりした、でしかも、まあ、そこそこかっこよくて あんまりデザインの邪魔にならない、
スマホケース、でした、それでは皆さん、リンチーでした、ありがとうございました。再见。